皆さんこんにちは、荻野です。皆さんは第二の心臓として有名なこのふくらはぎ、これをどのようにトレーニングしていますか？よく運動教室とかではかかとを持ち上げるように行われてるんですけど、これだと全然鍛えられていません。実際にですね、かかとを持ち上げて揉んでみてください。ふくらはぎすごいムニムニ柔らかいと思います。力がちゃんと入ってない証拠です。今日はですね、このかかと上げをほんの少し変えるだけで確実に筋力に身につく運動方法をお伝えいたします。何も難しいことはありません。ちょっと変えるだけです。そして皆さん、これを参考にしていただいて、ちゃんとふくらはぎを強くしてあげましょう。ふくらはぎは転倒予防に大事な筋肉なので、この筋肉をどんどん強くして転ばない体づくりをしていきましょう。ではですね、今日は最初に運動をお伝えして、そして最後になんでこの運動がいいのか、そのお話を説明しますので、興味ある方は最後までご覧になってください。では早速やってみましょう。では正しい運動方法をお伝えしていきます。今までのかかと上げというのは、お膝が90度の状態でかかとを一生懸命上げてたと思います。しかし新しいやり方は、足をですね、軽く伸ばしてください。足の裏はちゃんとベタッとついている状態で、膝よりも足先が前に行くように膝を伸ばしてます。この状態でかかと上げをする、これだけです。しかし皆さん、実際ですね、急激にふくらはぎに力が入るので、ちょっとつりそうになってしまう方もいらっしゃいますから、つりそうになったら無理しないでやめてくださいね。ではですね、これを10回一緒にやってみますので、まず足を軽く前に出します。はい、これだけですよ。この状態でかかとを一緒に上げていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、戻します。これだけで結構ふくらはぎに効いたって感じがあると思います。もしですね、分かりづらい方は、先ほどと同じようにこの状態でね、つま先、ごめんなさい、かかとを上げて、こうさっき柔らかかったのを感じましたね。足伸ばした状態で同じようにやってみてください。硬くなってます、かなりふくらはぎが。力がちゃんと入ってる証拠です。たった足を前に出すだけでふくらはぎの筋力アップにつながるトレーニングになります。今度はですよ、もう一度足を伸ばしてください。そしてかかとを10秒間上げ続けてみましょう。力をずっと入れる練習をします。では準備はよろしいでしょうか。いきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、戻します。これはですね、ふくらはぎにしっかりと力を入れる運動になりますので、今までこういう運動してなかった方が急にやると本当つりそうになってしまいますから、ぜひ無理せず行ってください。ではこの後ですね、この運動が何でいいのか、どこに効いているのかをご説明しますから、ご興味ある方はこのまま聞いてください。ではこのかかと上げなんですけど、先ほどやっていただいた足を伸ばすことによって、このふくらはぎ本来の力が発揮されます。足を曲げてしまうと、これふくらはぎがあまり働かない姿勢なんですね。筋肉の構造上、膝曲げてしまうとふくらはぎあんまり力が発揮されない姿勢なので、ただただ関節運動でかかとが浮いているだけな状態になります。しっかりと筋肉を働かせるのであれば、ふくらはぎが働きやすい伸ばした状態を作ってあげて、そしてかかとを上げるのが正しい筋トレになります。
しかしですね、このようにかかと上げ、普通のかかと上げというのは関節運動であったり、血流を良くしてあげるとか、そういう意味合いではもちろん効果的です。僕が言ってるのは、筋力を高めたいのであれば膝を伸ばしましょうと言っているだけなので、そこはですね、間違いないでください。普通のかかと上げももちろん効果はあります。筋力を上げたいのであれば不十分ですけど、血流を良くするとか足首の関節を柔らかくするとか、そういう効果はあるので、そこは間違いないでください。はい、ではですね、このようにですね、膝を伸ばすことでふくらはぎの筋肉がちゃんと働いてくれる、働きやすい姿勢が膝を伸ばした状態、その状態でかかとを上げるからしっかりと筋肉が働いてくれるということになります。はい、ではですね、今日はこれで終わりますので、またこのようにですね、正しい運動方法とか、こういう姿勢の方が筋肉が働きやすいんだ、そういう情報は僕はどんどんお話ししますので、興味あればまたご覧になってください。では今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。